どうもこんにちは、今回はですね、本日より幕開けで販売を開始したエレカンタ、ポータブル電源なんですけれども、こちらをですね、ご提供いただきましたので、使ってみたいなと思います。で、早速なんですが、こちらはですね、3つのセットになってまして、本体、バッテリー、ソーラーパネル、こちらのセットになってます。これね、特徴は、このバッテリーがついてることなんですよ。それではですね、肝心のポータブル電源を見ていきたいんですけども、まずこの辺がインプット関係ですね。それとシガーソケット、そしてタイプ C、こちらはですね、充電用のケーブル、それとですね、USB ケーブル、これが3口あります。それと AC が2口。ということで、まあ、早速使っていってみましょうか。まずはシガーソケットを差し込んで、あと明かりもつけたいんで AC いきましょう。さあ、それではね、使っていきましょう。動き始めるとですね、最初はああいった感じの音が出ます。そして DC もつけましょう。なるほど、色が違うのか。こっちは緑なんですが、こっちは白ですね。USB は何色なんだ。あ、USB も白なのか。なるほど。まあ、使い方としてはね、そんなに難しいことはないんじゃないかなと思います。ちなみに今はですね、バッテリー容量が残り 98%、そして消費電力が、16W か。で、今度はですね、このポータブル電源のスペックについてなんですが、容量はですね、20万ミリアンペアアワーの740ワットアワー。重さとしてはね、7.5 キロ。大きさはだいたい30センチぐらいなのかな。奥行き30センチぐらいあります。で、使えるワット数なんですが、600ワットまで対応してまして、瞬間最大1200ワットまで対応ということになってます。まあね、この600ワットっていうのは、これぐらい使えればね、全く問題ないと思います。まあ、現実的に考えるとですね、この、車の中で、まあ、そこまで大きいワット数使うことがあんまりないかなというのと、まあね、大きい消費電力を使うとすれば、まあ、考えられるのは電子レンジとかなんですけども、まあ、電子レンジに関してもですね、まあ、車に乗せるとすごい荷物になっちゃいますし、あと、例えばコンビニとかで温めてもらったりとかすれば、もうそれで事足りることだったりするんで、僕はですね、電子レンジっていうのは持ってません。なので、使うものとすればですね、今やってる照明とか、あとはカメラの充電とかっていうのと、あとこの冷蔵庫ですよね。それと、電気毛布ぐらいのもんなんで、まあ、電気毛布が一番消費電力が高いかな。なので、まあ僕みたいにですね、こう撮影いっぱいするとか、それに応じてですね、カメラの充電をしなきゃいけないとか、っていうことで、結構ヘビーローテするような感じでも、もう必要十分じゃないかなと思います。で、なおかつ、今、あそこにありますが、ソーラーパネルもね、使えるっていうのはかなりでかいと思いますよ。ソーラーパネルなんですが、今まで使ってたものがですね、60W だったかな。60W で、こちらはね、120W なので、倍の大きさがあります。さあ、とりあえずね、展開してみましょう。どうなってんだ？よいしょ。でかい。よいしょ。僕の手を思いっきり開いて横幅ぐらいはあります。で、こちらのパネルですね、パネルの、この部分にですね、ケーブルが収納されています。カラビナ、ぶら下げる用かな。こういうところがあるので、こういうところにぶら下げる用のカラビナがあるのと、あとは変換アダプター類ですねっていうのと、で、あとはですね、こちらに差し込み口があるんですが、こちらがタイプ C になってまして、こちらが USB となってます。例えばですね、スマホ用の充電ケーブル、それを挿せば、ここからポータブル電源なしで直に、充電が可能となっています。まあ、早速やってみましょうかね。これがですね、タイプ C のケーブルです。今ここに繋がってますね。ここに繋がった状態で、はい、それではね、スマホを差し込んでみます。わかるかな。暗くて見えないか。充電中です。今 49% で、この表示が出るってことは、ここからですね、電源が来てるということなので、このソーラーパネルがですね、しっかりと機能してくれて、ここに電気がいってるということになります。で、ちなみにですね、ソーラーパネルについてるアダプター類なんですが、こんな感じでね、結構充実してますので、いろいろなものをですね、ソーラーパネルから直接充電することができると思います。はい、今ですね、ハイゼットカーゴのフロントガラスに設置してみました。ただね、乗っけてるだけなんですが、どうだろうな、横幅としてちょうどいいサイズなんじゃないでしょうか。で、ソーラーパネルなんですが、充電中はですね、こんな感じで、赤いランプがですね、点灯するようになってます。なのでね、分かりやすいですよね。で、ここからですね、中に入って、今スマホを充電中なんですけども、こちらですね、これで今充電してますが、分かりますかね、今これ充電中なんですよ。雷マークが出てますが、まあ、このスマホ自体もね、充電が早いっていうのがありますが、49% からだいたい5分かかんないぐらいで、今 53% かな。なので発電量としてもね、結構申し分ないんじゃないかなと思います。120W なんでね、昼間こうやってですね、日が出てる時はかなり発電してくれるんじゃないでしょうか。はい、それではですね、ポータブル電源をソーラーパネルで充電してみたいなと思います。今天気は快晴です。快晴で、今屋根の上に乗っけてみました。屋根の上に乗っけたのをケーブルこうはわしまして、ここにつなぐということなんですが、このまんまではね、ケーブルさせません。これが合わないんですよね。口が合わないということになりますので、まずね、線を外します。外したら、こういう風な付属品がついてますので、これのね、一番でかいやつをですね、はめ込みます。そしてここに差し込むと、よいしょ。すると、あ、充電開始しましたね。今 92% です。で、今つないでるのはソーラーパネルをまず充電中でつないでるでしょ。で、天井からの照明が、これが 15W 使ってます。そして車載冷蔵庫はまあ大して電力使わないんですけども、この状態でですね、これをね、使いながら充電することで、この容量が増えるのか、もしくは減るのか、そのまんまなのか、その辺を見ていきたいなと思います。そうそう、あとですね、こちらの使用上の注意なんですが、充電中はですね、200W 以下のものを使用してくださいというふうに書いてあります。200W 以上で使用してしまうとですね、バッテリーが熱くなって本体も熱くなってしまうということになってしまうようなので、まあ、200W 以下で使いましょうということですね。いかんですね、ちょっと日が陰ってきた。10時48分で、あ、1% 増えたのかな。で、今ね、この DC、このシガーソケットですよね、これが0W になってますが、このね、ポータブル冷蔵庫、車載冷蔵庫なんですが、ずっとね、電源入ってるわけではない、ずっと電源入ってるわけではないというか、なんて言えばいいんだろうな。ある程度の温度になったら、勝手にね、切れてくれるんですよ。電源は入ったままなんですが、消費電力をね、抑える工夫がされてるので、なのでね、今 0W です。しっかり冷えてるってことでしょうね、冷蔵庫の中は。なので、この冷蔵庫のね、中の温度が上がってくると、またスイッチが入りまして、この DC が、31W になりましたね。35になった。っていう感じで、この車載冷蔵庫に関しては、結構ね、これを使ってるからといってずっと電力を消費してるというわけではありません。あ、また 0W になったな。35になった。まあ、これを繰り返す感じですよね。なので意外とね、省エネなんですよ。ということで、40W ぐらい、40W になったり、15W になったりとかっていうぐらいであれば、普通にたかだか、20分経ってないのかな ?20 分経ったのかな、まあ、それぐらいでもバッテリー残量は増えるという結果になりました。さすが 120W ですよね。で、今回のですねこのエレカンタ最大の特徴はですねこの予備バッテリーです。バッテリーがもう1個ついてるんですが、これはですね本体に入ってるバッテリーとはまた別にもう1個ついてます。合わせて40万 mAh というですね超大容量のバッテリーとなっております。でこちらのバッテリーなんですが、普通はポータブル電源というと、本体をねそのまま直接充電しないといけないんですが、なんとねこれ単体で充電が可能となってます。ちょっとね暗くて見えづらいですが、これを差し込むとですねもうこれ単体で充電が開始されます。でこのバッテリーなんですが、このバッテリー自体はねかなりちっちゃいものなので、これをですね例えばこういった隙間に入れておけば、予備のねポータブル電源となってくれます。これはすごい。それではですねこのポータブル電源、このバッテリーが全てなくなったと仮定して、今度バッテリー交換を行ってみたいなと思います。この裏側にですねネジがついてますので、まずこれを外します。完全に外れないようになってます。よいしょ、引き抜きます。引き抜いた状態で今度これを入れます。よいしょ。そしてまたネジを締めます。はい、これで固定されました。ということで今ねバッテリー全部充電してないんですけども、これでもうバッテリー交換完了です。で参考までにですね別の会社のバッテリーなんですが、48万 6000mAh のバッテリーを用意してみました。これね見てわかる通り大きさがまるで違います。でこちらの方がですね使えるワット数としては 1000W ということで大きいんですけども、ただね重さが 17kg あります。 17kg あるんですが、こちらのですねエレカンタであれば本体が 7.5kg、そして電池は 4.5kg なので、なかなか軽量化されてるんじゃないかなと思います。そして何よりもですねやっぱりこの大きさですよね。大きさっていうのがかなり魅力なんじゃないかなと思います。でさらにですね、別のポータブル電源用意してみました。で容量なんですが、こちらがですね 112,200mAh、 こちらが 117,000mAh となってます。こちらとこちらを足してですね 230,000mAh となってるんですけども、エレカンタの場合はこれ1つで 200,000mAh です。でさらにこれが 200,000mAh となってますので、いかに小型ができてるかっていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。横幅で見てみてもですねこうなってますので、やっぱりね小型化されてますよね。最近のやつはすげえなと思う。それでは最後にですね充電を行ってみたいなと思います。このインプットにまた差し込みまして、こういったですねアダプターがついてます。アダプターがついてますので、これをコンセントに差し込む。はい、今充電が開始されました。この AC アダプターを使っての充電であれば 3,4 時間で充電が完了ということになってます。そしてですね当然こういったものがついてまして、こちらはシガーソケットで充電ができるものになってます。これであればですねだいたい 7,8 時間で充電が完了。 120W のソーラーパネルを使用する場合は8時間から10時間で充電が完了。そしてこちらにですね Type-C PD100W というのがあるんですけども、その充電ケーブルからであれば 7,8 時間で充電が可能となってます。そしてですね超高速充電機能としまして、この AC アダプターとこの Type-C を併用することによってですね 2,3 時間で充電が可能という風になってます。これはどうなんだろう。例えばスマホの充電器とかでもいけるのかな。今スマホの充電器を差し込んでみましたが、変化なしかな。どうなんだろう。あ、スマホの充電器でも動いてますね。充電マークがついてるんだけど、このインプットの方がワット数が出ないのか。うん、なるほど。ちょっとここは分かりづらいかな。だですね、今見てお分かりの通り、タイプ C からも充電できてましたし、こちらのですね、コンセントに差し込んだ方、こちらからも充電できてます。さあ、そしてですね、最後はこちらなんですけども、こちらも同じく、コンセントで差し込むことによって充電が開始されます。ということで今回はエレカンタポータブル電源 S600W をご紹介してみました。このポータブル電源本体もですね、20万 mAh にしてはかなり小型化できていると思いますし、一番の魅力はですね、やっぱり20万 mAh の予備バッテリー、これに尽きるんじゃないかなと思います。車中泊だったりキャンプだったり、いろんなシチュエーションでですね、このポータブル電源というのを持ち運んだりとかすると思うんですけども、やっぱりポイントになってくるのは、いかに小スペースで置けるかっていうことと、あとは持ち運び。このあたりでですね、このエレカンタっていうのはかなり優れた商品なんじゃないかなと思います。今現在ですね、ポータブル電源を探している方、もしいらっしゃれば、幕開けて見てみてはいかがでしょうか。それでは。